はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。今回プレイしていくのはですね、先日、田中将大が登板したヤンキース対タイガース戦の一戦ですね。ニューヨークヤンキース対デトロイトタイガースの一戦、こちらの方をお届けしていきたいと思います。もちろん先発は田中将大です。さあ、まずはヤンキースの攻撃ですね。こちらの方は例によってですね、進めていって、田中のピッチングからプレーの方をしていきたいと思います。まずは投球練習ですね。フォーシームから投げていきましょう。もう何度か見ていただいた方はですね、プレー方法ご存知だと思うんですけども、まずこの赤いゲージ付近で止めると球威が上がります。で、逆にですね、今度は今黄色い線が出たと思うんですけど、この赤いゲージで止めて、この黄色い線上で止めると、黄色い線の近くで止めるとコントロールもいいボールということになります。ここまで3球フォーシームストレートですね、投げたので、今度はスプリットを投げていきましょう。持ち球としては今見せたスプリットとスライダー、今から投げます。スライダー、このボールです。あとチェンジアップですね。このボールです。あとはツーシーム、微妙に手元で変化するツーシーム。最後はまっすぐをね、一球思いっきり投げて終わりたいと思います。さあ、まずはゴースからですね。タイガースの一番バッターはゴース。マキアの投球通りスプリットから入っていきましたが、外れています。2球目チェンジアップですね。要求通りチェンジアップを投げていきましょう。緩いボールを投げた後、速いボールに行きたいんですけど、ピッチャー田中マッキャンのバッテリーはスライダーを選択です。おお、いいところに決まりましたね。これはいいところに決まりましたね。もう一球スライダー要求してます。マッキャン要求通りのスライダー、でツーボールツーストライク。最後は伝家の宝刀スプリット、これで空振りを狙いに行きます。いいですね、空振り三振。キンスラー。さあ、まっすぐから入ってきます。内角にストレートから94マイル出てますね。1球目ね、できるだけストライク取りに行きたいんですけど、ここまで先頭打者、2番打者ともにボールから入っていってます。2ボールになって第3球はスプリットを選択。いいですね、空振りを取りました。タイミングは全く合ってなさそうでしたけど、スプリットは続けずにストレート、ライトが出てきましたね。そしてカブレラを迎えます。3番バッターです。スプリットを要求してますけども、まずはストレートから、まずね、1球目はストライクゾーンで勝負したかったんで、ストレート投げました。で、ここでツーシーム、サインが出てますね。これは入るか入るか、うわー、いやー、ホームラン打たれたか。ツーシームですね、真ん中に入ったツーシーム。
カブレラにホームラン、レフトスタンドまで運ばれました。完璧に打たれた。って言っても結構厳しいコースですけどね、ツーシーム内角の。さあ気を取り直して、4番打者ね、ここを、確実に抑えましょう。サングラスかけてるの。このスプリットはキレはありましたね、外れました。このスライダーが空振りを取ってワンボールツーストライク。そしたらボール気味でいいんで、スライダーを、ね、外角に放っていきましょう。最後は殿下の元をスプリット。これで空振りが欲しい、取れるか。うん、振ってくれませんでしたね。次はスライダーです。このスライダーが外れてフォアボールですね。四球を与えてしまいました。そして5番マルティネスを迎えて、ランナー1塁。これがレフト前ですね。ツーアウトながらランナー2塁1塁。セスペデスを迎えて、ランナーを出すと、ゲージ、投球の時に投げるゲージが動きが速くなるんですね。コントロールをつけるのが難しくなるっていうのがあるので、できるだけランナーは出さずに行きたいところなんですが、最後は、キャッチャーゴロに打ち取って、なんとかこの回1点でしのいだという田中将大の立ち上がりでした。なんとかね、チームが逆転してくれることを信じましょう。さあ2回の裏です。田中将大の2回の裏の投球。まずは1球目スプリットから入ってきました。2球目はチェンジアップ。3球目はフォーシーム、まっすぐ系のボールです。いいですね。3球三振です。ここもチェンジアップから入っていきますね。真ん中に入っていきましたけど、チェンジアップを見逃して、ワンストライク。2球目はスライダー、外角にスライダーを投げてきます。さ、スライダーが外れた後はストレート、いいですね。94マイル出てます。追い込んでからはスプリット、どうだ。うわー、抜かれたか。これがライト前ですね。ワンナイトランナー一塁。ランナーを出すと途端にゲージが速くなるので、コントロールが難しくなるんですよね。ただここは2球ポンポーンと投げて追い込みました。ボールでもいいんで、スピットじゃなくてチェンジアップ、もう一回ボール気味にチェンジアップ、いいですね。空振りです。
さあ、ツーアウトランナー一塁で1番バッターに戻ってきます。アンテニー・ゴーチ。ナイスキャッチングキャッチ。You get a good look right there. Already 33 pitches now through an inning and two thirds. That's an awfully high number this early. ここはセンターが抑えて、この回ヒット1本を許しましたけども、0点で抑えました。Steven Drew will take his first swings here. さあ、ヤンキースの方の攻撃ね、点取ってくれるといいんですが。さあ、3回の裏の田中。早速第1球目投げていきましょう。ストレートから、ちょっとストレートが今日は95マイルを超えるような球がちょっと出てないですね。ちょっとストレートもう1球続けていきましょう。今のストレートが、まあ、真ん中の高め、ただ球威はだいぶあったんでね。次もスライダーを投げていきましょう。これで3ボール1ストライクですね。さあ、次の球はスプリットを選択しました。空振り欲しい。ノーアウトのランナーを出してしまった。ここはゲッツーが欲しいんですけどね。カブレラはさっきホームラン打たれてますからね。ホームラン打たれた球がツーシームだったんですけど、一塁ランナーは走ってくるかな。わーエラーだろう、今のは。ちゃんと取ってほしかったな。ノーアウトランナー、二塁一塁で4番マルチネスを迎えました。チェンジアップちょっとタイミング合ってなさそうですね。スプリット。おお。いいですね。ゲツーゲツー。今のは運が良かった。ファースト正面のライナーでしたね。取ってそのまま、カブレラにタッチをしてゲツー。ツーアウトランナー二塁へと場面が変わります。5番バッターはマルチネスです。まずはチェンジアップか。同じようなところに今度は速いボール、ちょっと外れましたね。これは間に合った。ナイスキャッチ。これで3アウトです。この回はランナー、ノーアウトランナー、二塁一塁のピンチがありましたけども、まあ、しのげましたと。というところで、ヤンキーそろそろ点が欲しいな。お、これは3点取ってくれて、勝ち越しましたね。勝ち投手の権利を得て、4回の裏。まだ権利は得てないか。5回投げ切らないとダメですからね。このままいけば勝ち投手と。低めにチェンジアップを投げていきましょう。よいしょ、当ててきた。そしたら内角の厳しいところにストレート、速いボール。ちょっと内角にはいけませんでしたけど、緩急で空振り取れました。さあ、アビーランを迎えて初球はストレートから入ってきます。もう1球ストレートを投げてきます。95マイルのストレート。そしたら緩急の差で95マイルの後にチェンジアップ投げましょうか。
うわー、打たれたか。センター前、ワンナウトからランナーを出してしまった。ワンアウトランナー一塁。ここはもうゲッツー狙いたいところですけどね。まあランナーが走ってくるような場面でもないし、走れるようなランナーでもないですから、バッター勝負に専念しましょう。いいですね、スライダーで空振り三振。やっぱり田中、スプリット、スライダー、落ちる系のボールはキレがありますね。早い系のボール、ここまで2球外れて、3球目も速いボール、ストレート。今日このスライダーがいいですね。今投げたのスライダーなんですけど、ここはもう1球スライダー投げましょう。ナイスレフト。今のはナイスなランニングキャッチ見せてくれた。さあこのまま行ってほしい。もっと言えばもうちょっと点が欲しい。1点取ってくれました。まずはスプリットから。マッキャンは内角を要求しましたけども、外角に投げます。うわー、これはいいボールだ。チェンジアップで空振り取れるかと。ミスが出た、守備のミスだ。うわー、これはうん、守備のミス、レフトのミスをしてしまった。これでノーアウトランナー三塁か。もうここはねきっちりと抑えられるように、厳しいところ、それでもしっかりとストライクで勝負をしていきたいと思います。どうした、まあ、なんか守備が良くないな。そして今日ホームランのカブレラか。スライダー多投でしのぎたい。ボール球のストレート。もうここからはボール球で勝負したいですね。これは犠牲フライだな。ああ、犠牲フライというか、もうさっきランナーホームインしてますもんね、三塁ね。でワンアウトランナー一塁ですね。これはファールフライ。これで2アウトランナー1塁。なんとか1点でしのぎたい。このスライダー今日本当切れてますね。おお、2球連続スライダーで空振り三振、1点でしのぎました。ちょっと守備の乱れで1点取られちゃいましたけど。さあ6回の裏、田中将大、ここまで79球、まだ投げられますね。これはライト前ヒット。この回もノーアウトのランナーを出してしまった。そしてアビラを迎えます。このボールが走ってくる可能性も、まあ、ゼロではないんで、
Gardner will settle under it to make the play for the first out as the runner will have to head back to first. Nick Castellanos. ランナーとランナー1です。今日はスライダーで勝負していきたいと。And a high strike to begin the at bat. It's 0-1.And if he's getting tired, it's not showing in his slider. That pitch is still as tight as it was. ボール気味のストレート。A little bit off the outside. そしたらまたスライダーです。わあ、このスライダーが打たれるか。これでワンアウトランナー三塁一塁ですね。ここはもう打たれるわけにいかない。スライダーでしょう。ただランナーが二塁に進みました。これでワンアウトランナー三塁二塁。ワンヒットで同点という場面に変わりましたね。And it almost looked like a situation where he couldn't decide whether to catch it normally or maybe try to backhand this thing. And it kicks right off the end of his glove and you can see it gets away. これ2ー2ですね。スライダーが触れて。おー、危ない危ない。ここはスライダーで空振り三振。そして1番に戻ります。アントニー・ゴーズ。ストレートで押していく。1番バッターのゴース。これで追い込みました。ワンボールツーストライクからの選択する球はチェンジアップ、見逃し三振。なんとかこの回0点にしのぎましたね。さあ7回の裏の田中、球数は96球まで増えてます。次はスライダーを選択。今日このスライダー本当に切れてますね。もう一球スライダー選択します。空振り三振ですね。さあ次が100球目になる田中。今日ホームランを打たれてるカブレラ、打たれたボールツーシームなんですけど、もうここでねツーシームで勝負しておきましょう。まさかホームランを打って同じツーシームが来るとは思ってないでしょう。うわー、相性悪いなー、このカブレラには。今日3-3ですね、ここまで。あとカブレラ足はないと思いますので、もうバッター勝負ですね。And you have to wonder how much longer they're going to let him stay out there. No, that missed. That's and there's ball one. One and one. From the stretch. Takes a look at a change up there, and it's a ball and two strikes now. Very patient. Change up. Even a little too patient. Oh. He's down one and two. Yeah, and I don't think he's going to get anything better than that to hit. 何やってんだよ。They can't make the play. ファーストに入り方が。わからなくてうろうろしてしまった。いやーごめんなさい、ちょっとね見てくださってる皆さん、つまらないプレーを見せてしまいましたけども、完全に打ち取ってたたりですからね。このスライダー入ってないか。もう一球スライダーだ。これダブルプレーですね。セーフか。いやー完全にダブルプレーかなーと思ったんだけどな。セーフか。まあ、気を取り直していきましょう。
That's in there. And he's deep in the hole now. スライダー。おお、空振り三振。まあ、この回もちょっとまずい守備出ましたけど、まさひろが抑えてくれましたね。そしてここで、田中がマウンドを降りましたということで、最後までゲーム進めていきましょう。試合の方は、4対2で、正弘、田中が勝ち投手の得たというゲームですね。これホームランですね。カブレラに打たれたホームラン、1回の表。これは守備の乱れですね。何やってんだよっていうプレーですけど。まずいプレーですよね。これはもう空振り三振じゃない、見逃し三振。いいボール、これ空振り三振ですね。はい、というわけで、今回はタイガースと対戦したヤンキース田中将大の、ピッチングを見ていただきました。次回もね、引き続きこの MLB、ザショーの15と、あとプロ野球スピリッツ NLB の方ですね、プロ野球スピリッツの方もプレイしていますので、よかったらそっちの方もご覧いただければと思います。今回はここまで。